はい、皆さんこんばんは、くるみ沢でございます。今回は、この2018年度名古屋鉄道設備投資計画が発表されましたので、これ昨日発表ですね、26日、でこちらを紹介していきたいと思います。読むのめんどく一部しか読みませんので、読むのめんどくさいので一部しか読みませんので、まあ、読みたい方は、ね、一時停止とかしてください。主な投資項目、1、ホームの安全対策など旅客安全運転保安工事の進歩継続、2、一部特別車特急車両2200系、ね、6両及び通勤型車両16両新造、まあ、基本主にここを、ね、説明していきます。3、駅バリアフリー化やインバウンド授乳環境整備などのサービス改善工事、次、下に当社駅における商業施設の開発、当社沿線地域における賃貸マンションの建設とかになります。で、鉄道事業の方はこんな感じです。で、合計60、こんだけ導入するようです。こんな感じに書いてあります。で、ホームの安全対策、まあ、もうこんな感じです。で、ついにホームドア設置の検討をするみたいですね。次に、車両についてです。あ、高架化でしたね。高架化ですね。これ、地流ですね。6番線がこの前、仮線に移りました。この前、だいぶ前か。で、次、北山もここ、仮線に移ってますね。結構最近の写真ですね、ここ仮線なんで。3月17日以降の。で、固定駅、ここもなんか柱組み上げてますね、ここ。あ、6月にここ重ねましたよね。で、こんな感じです。次にね、車両の心臓とリニア、ここをね、中心に細かく解説していきたいと思います。次にサービス改善工事など6100万円、こうね、本当は違うんだけどね、読むのめんどくさいんで、ね、まあ、こんな感じに読んじゃいます。車両の心臓&リニアル、1、一部特別車両2200系を6両1本新造します。これ誰かがね、多分1131F を置き換えるとか言うかもしれませんけどね、こう2015年に2211F と 2212F を申請して、あ、間違えました、 2210F と 2211F を申請して、まあ、1030K は3本あるわけですよ。で、2015年に2210と2211を作って、で、それで1133を撃退して駆除して、それで1本多くして、で、こいつですね、このえげつないスーパーをね、こう改造していったんですよ。の予備車確保してたんですけど、順次リニューアルすると、こう予備車がリニューアルが終わると予備車が1本多くなるので、それで1030機を置き換えるはずなんですけど、で、2016年に2212F を作って、で、1132F を置き換えたんですけど、でもまた作るみたいですね、もう置き換えの分はあるのに。まあ、自分の予想ですと、このね、後で説明するね、SR 車の廃車が影響しているのか、もしくは他のところが影響しているのか、SR の全車一般車の特急の一部を一部特別車化するのか、もしくは、夜の、空港線の特急だかな、なんかそれを一部特別車化するんだと思います。次に、通勤型車両3300系16両を新造します。これですね。俺の大好きなね、電車ですね。はい。2200系は2213編成、3300系は3312131415ですね。で、3150系の製造はないみたいですね。一番意外だったね、これを作るっていうのは、2200系。で、3300系は4本製造されるので、置き換えられるのは、まあ、5300系、5700系の現在走ってる5304567と、あ、違えた、4568と、
5,701,345のうち多分劣化がやばいね、5,701と5,704とね、まああとねどれかが廃止されると思います、2本で。 1200K はまあ普通にリニューアルします。で 1800K はね書いてませんけど、まあやるでしょう。あと 6000K の魔改造もね、だと 100K のさ、あのあれはやらないんですかね、 100K の開示点火レジ制御はインバータ化しないんですかね。であとこんな感じにミュース界の車内案内表示と自動放送4カ国語化をねするらしいですね。 2200K はやらないのかよって話ですけどね。まあ空港線ミス会しか利用しねえのか。であと駅の改良工事とかもやるみたいですね。でまああの神宮前ね、まあ、昨年から継続でやるみたいです。でまああとはこんな感じ、ざっとこんな感じです。で大曽根駅の中できるみたいですね。はい、以上でございます、まあ、ということでね、今回はちょっとね予想外のことがね起きましたね。 2200K を申請するって書いてあるんで、ね、まあ多分自分の予想ですとね、先ほども言ったんですけどね、こう SR 置き換えに伴って高圧線の全車一般車の特急がこうサービスが低下するので、それをも一部特別車に戻すのか、まあ、サービス低下するって言ってもなんかその言い方はおかしいかもしれないけど、もしくはあの夜の、まあ、空港線の特急ってさ、あの空港からさ夜に来る人もいるからさ、あ空港、うん、空港夜来る人もいるから、それのサービス改善かどちらかだと思います。それ以外は考えられないんでね、自分には考えられないので、まあ、多分そういうことだと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。